藤井聡太先生の師匠杉本八段が興味深い発言をしているのでお伝えします。藤井聡太七冠が敗れ、伊藤匠新叡王が誕生した。20日の叡王戦最終局、同学年の2人による熱戦の裏側で甲府市の会場を訪れたファンからは涙も見られていた。甲府市のホテルに設けられた解説会場はおよそ300席が将棋ファンで満席になった。甲府市から来たファンの夫婦は、藤井さん強すぎるから誰か同じくらい強いライバルが欲しいなと思っていたんですけど、今日やってくれたなと、地元でこんな良い対局が見られて幸せです。藤井七冠のファンはすごく手に汗握るというか、私たちが興奮するような対局でした。藤井先生の姿、最後の挨拶を見て、またしっかりと応援しなければいけないと思った。他にも藤井叡王の防衛を見届けに来ました。残念でした。防衛して泣くつもりだった。死闘というか、耳まで赤くなった姿を見ていたら本当に胸が熱くなってしまって、勝手にこみ上げてしまってと、目からは涙が見られていた。一方、一夜明けて改めて会見に臨んだ伊藤新叡王は、大一番を終え、山梨で何をしたいか聞かれると、果物も美味しいという印象もありますし、何かお土産に買っていけたらなと思いますと話していた。伊藤匠叡王は27日、師匠の宮田俊夫八段と共に東京都世田谷区の世田谷区役所に補佐区長を表敬訪問した。伊藤叡王は幼稚園の頃から師匠の宮田俊夫八段の将棋教室に通った。表敬訪問に付き添った宮田八段は、幼稚園の頃からお強い少年だなと、本当ですよと笑った。将棋が本当に好きなんだなぁと分かりましたと明かし、これには隣の伊藤も照れ笑い、宮田門下には25歳になるまで酒とギャンブルを禁止する掟がある、補佐区長から祝杯はと聞かれた宮田は、ダメです、あと何年間かは強くなれますから、他のは飲んでますけどと、師匠はこの後苦笑いした。ちなみに宮田門下には斉藤明日斗五段25歳、本田圭六段26歳がいる。伊藤は自分は興味がありませんのでと交わし、訪問後関係者を囲んでの昼食の際もアルコールは口にしなかったという。また区内の行きつけの店を聞かれた伊藤は、師匠によくラーメンに連れて行ってもらいますと返答。実はそのラーメン屋は激辛ラーメンの店だという。師匠もいつだったか、対局に負けたらこのラーメン食べるんだからなって言ってたら負けたんで、一緒に行くぞって言ったら、今コロナが流行ってますから外出は控えた方がいいのではないでしょうかって断られまして、うまいこと言う子やと思ったとエピソードを語った。終始和やかな雰囲気で行われた表敬訪問。なかなか新たなタイトル戦に挑戦できる機会はあまりないのですが、頑張りたいと思いますと伊藤は話していた。そんな伊藤が将棋を始めたのは、5歳の時にサンタクロースが持ってきた将棋の盤駒がきっかけ、すぐにのめり込んだことから、その後も対局時計や盤など将棋関連のものをサンタクロースはプレゼントしていたという。子供時代はおとなしく、父正弘さんが怒ったことといえば声が小さいということぐらい。小学1年時に出場した小学館主催の将棋大会は、勝つとやったーってピューッと走ってきて喜んでいたためよく覚えているが、それ以降は大人びて将棋で感情をあらわにすることも減っていったという。小学3年生の時、同大会で伊藤が藤井に勝ち、敗れた藤井が号泣。後の藤井を泣かせた男の伝説が生まれた。当時から同学年に藤井くんがいるなという感覚は親の中にはあったけど、子供たちは分からなかったと思いますという。正弘さんはタイトル戦の前夜祭なども自ら応募し、なるべく現地へ行くようにしている。いつもどこか、これが最後のタイトル戦かもしれないと思っているからと、親子の共通の趣味は中日ドラゴンズ、最近も球場に行こうよと誘ってみても、伊藤はいや、いいという返事。もう少し大人になったら一緒に行ってくれるかな、わらと叡王との観戦も楽しみにしているという。藤井聡太の師匠である杉本八段は、
今後のスケジュールについて。まず棋聖戦、今戦っている途中です。さらに7月6日から始まるのは王位戦。常にこの1年の中で2つのタイトルがほぼ同時進行している。その後は王座、竜王、そして王将、棋王という風に進んでいきます。全てを防衛してまた来年叡王に挑戦してということですけれど、全勝しなければいけないわけではなくて、タイトル戦だから今回の叡王戦のように一つ余分に勝てばいいわけなんですね。だから7番勝負なら4勝3敗、5番勝負は3勝2敗でね。乗り越えて1年経って叡王に挑戦して伊藤匠叡王に勝てば再び八冠です。その道のりなんですけれど、これ来年の挑戦までの流れを見てみますと、叡王戦はまずプロ棋士166人で段位別予選を行います。段位別というのは九段なら九段、八段なら八段でトーナメントを行って、これで12人選ばれるんですね。そして本戦に臨みます。この本戦はシード4人を含む16人で挑戦者を決めるんです。シード権のある人っていうのは前年度成績が良かった人、プラスディフェンディングチャンピオンですから、藤井さんも本戦から参戦なんです。ただ16人で今度はトーナメントなんですね。1回負けたら終わりというトーナメント。ただみんな条件は一緒ですから、今まで藤井七冠は全部それを勝ち抜いてきてこのタイトル全冠制覇したわけですから、客観的に見て次の挑戦者の最有力候補でしょう。トーナメントで勝ち抜いていって、そして叡王戦5番勝負で3勝しなきゃいけない。そしてこの持ち時間なんですけれども、タイトル戦の中でも最も短い持ち時間なんです。持ち時間が少ないとやっぱり考える時間も少なくなってということになりますけども、持ち時間の短いタイトル戦というのは他のタイトル戦とはまた違う戦い方が必要かもしれません。今回藤井さんはそこはちょっともしかしたらミスが出てしまった要因かもしれません。だけどまたね、調整して必ず来年叡王戦の舞台に出てきてくれると思っています。現段階では結構あれですけど、大きな数字を出しにくいんですけれども、5割前後ではないですかね。過酷なタイトル戦のスケジュールの合間合間にも当然対局はあります。一般棋戦と言われるね、テレビ対局などもありますし、今ね非公式戦もいろいろありますから、実はめちゃくちゃ忙しいんですよ。もちろん手を抜いたりはしませんけれども、どうしてもタイトル戦が終わった直後の一般棋戦などはあっさり負けてしまうことも当然あり得るわけです。ただ藤井七冠ってもう全くどの将棋も同じように全力でいくタイプなので、1年間もうほぼパーフェクトのような感じで勝った時もありましたけれど、見ていて疲れないかなと思いながら見ていました。藤井七冠にはお疲れ様と声をかけたいのと、応援していただいている皆さんには藤井七冠は大丈夫ですと伝えたいと話していた。藤井聡太先生は棋士としてまた人間としてもまだまだ成長されていく、歴史に名を刻む棋士としてますますの活躍を期待します。藤井聡太に幸あれ。あなたはどう思いましたか？コメント欄で話し合えたら嬉しいです。